おはようございます。ジルと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。スーツのちゃんと取っといてよかったわなのね、まあ手に届く範囲にスーツを僕置いて、まあね、かけてあるんですけど、まあ使う日もやってくるわけで、やっぱり再び使う日がやってきたわけですよ。もうなんかめっちゃ久しぶりなんだよなあれって見ながらに、ちょっと見ね、今スーツ見ながら喋ってますんであのね、スーツちょっと嫌いなとこっていうのさ、ボタンあるじゃん、あの首元までボタン閉めるとキュッてなってね、ちょっとね、なんか気持ち悪いまあここ最近のシャープでちょっと申し訳ないですけど、ずっとゾーマと遊んでますね僕。ゾーマね、まあ僕ちょっと考えた課題が前からありまして、合体モンスターいるじゃないですか。まあ火力が高い割に有機回ね、高いけど有機回収しづらいとか行動不能で終わるとか、いろんな短所を持ってるんですけども、合体モンスターでこの大魔王召喚カード、勇気がフラットから始まる状態で挑むって結構難しいことなんですよ。特に2人プレイのね、あの大魔王戦を合体モンスターの2体だけでやると、まあかなり厳しい。魔王戦でさ、ご利用して勇気貯めておいて大魔王でうまいことやるっていうのはできないんで、結構難易度高いとされてます。はい、なんですけど、その難易度をね、覆す方法を見つけました。1体目の合体モンスターはこちら。最近出たな。君たち最近出た気がするけど。もう見飽きたと。なんか、何回動画で出てるか俺もね、わかんないな。さ、なんと、モモンジャたちが、3体合体、なぜプロトキラーかわからない。なんか最近よく出てきますけど、今回は実験のためにこいつを使用します。じゃあ行きましょうか。スナーウェイガール HP3100、 レジェンド2最終期に出てきたとんでもない合体モンスター、子供がいっぱい使った2体目の合体モンスター、こちらもよく動画で出た気がするんだけどな、既視感あるなそう、今回はですね、2の最終期に出てきた合体モンスターを2体とも使います。デビルアーマーたちが3体合体、これもう何なのなんでこの合体なのよくわかんないんだけど。行くぞレオコーン、 HP 下がったの気にしないで行くぞ。合体してレオコーンになったぞ。さあ、この最終期2体で大魔王召喚カードで挑みます。挑む相手はもはやね、なんか最近恒例てか、なんか最近こいつとしか戦ってないんじゃないか。生放送でもそうだけどさ、こいつばっかじゃないのというわけでやってまいりました、大魔王ゾーマ。普通の合体モンスターだけだと、ここすら突破するの結構難しいとはされてますね、なんだかんだで。まあ、それでもよく勝ってるわけ、生放送中はよく勝ってるのかな、うん、なんだかんだでね。まあ、まずここ越えましょう。話はそれからです。何が辛いかっていうと、合体モンスター2体っていうのは、勇気がとにかくたまりません。はい。で、状態上にもしかかってしまうと、もう半壊する。大魔王いきなり出てきてるってのがね、結構厳しいところですね。さあ行きましょう。今日もミサイル発射、お尻から。ただしミサイルはお尻から。おー、すごい。やっぱ単純に力が高いから、耐性が高くてもご利用してんね。さすが2の最終期モンスター。全然火力が違えぞ。これはあまり聞いてないぞ。400出たら十分なんだよな。さあ、雷鳴型のルーキー。嵐を読む雷鳴疾風陣炸裂、せーの、はい、よいしょ。いいねー。もう2の最終期に合体モンスター強すぎんか、お前ら。そんな強いのこれ。え、強い強い強い。合体モンスター、うわー、これやばいね。合体モンスターの短所は、まあ、3体で殴った方が強いってところにあるんですけど。いやー、でもこれどんぐらい大丈夫、割と大丈夫、まあまあ、割と大丈夫。割と大丈夫だよ。全然、まあまあまあ、割と大丈夫かな。うん。で、このターンに、ちょっと次のターンはさすがにちょっと塩梅とりますね。まあ、考えてることに関しては、あと亀蔵馬に行けた時に話そうかなと思うんですけど、まあ、今回ね、こんな最終期の合体モンスター使ったら、正直言います。負けるわけないんですよ。僕が使ったら。なんで、まあ、人知を超えたチャレンジをしようとかなと思ってます。まあ、もしかしたら、賢い方は分かっていただけると思うんですけどね。まず、ここを突破しないといけませんね。ただ。
生半可な合体モンスター2体で挑んだら、多分これは負けます。ゾウまで、普通に。うん。勇者の一撃、あ、それ、スラキャノンって言うんだ。はい、戦車から、あら。まあ、こうなるとね、合体モンスターもこんなことになるとね、もう目も当てられない。まあ、目も当てられない事態が今起こってるんですけど、違うんだよな。アンバイ取るってそういう意味じゃないんだよ。アンバイ取るって外すっていう意味じゃないからね。頼むよ。雷鳴が飛ぶとき、嵐を呼ぶ。今日は多分この映像が続きます。ゾーマの行動にお祈りするしかないね。勇気がね、2ターン目終わりで、この量はちょっと少なすぎる。ちょっと少なすぎないか。まあ、しゃあないことなんだけどさ。基本的には、もうゾーマの行動悪いのを引かないことをお祈りしつつですね。まあ、このターンは自己スパークよく飛ぶんだ。白目の方がきつい説もあるからな、普通にやると。パーティーによっては、ゾーマの呪文攻撃って強いんですよ。前回、なんか昆虫で吹っ飛ばされてましたけど。前回、昆虫がね、えれい勢いで飛ばされてましたけど、あんな感じで、生半可なチームは呪文で焼き越される。あー、これやばいね。まあ、リンガルが食らうんだよ。レオコを軽減してくれる。うおぉ !781 かー。ちょ、やばいってねえ、本当に大丈夫なの？キリツ、本気で言ってる？うわぁ！まだだ。大丈夫。まだいける。まだ負けてない。また、大丈夫だとは思うけどな。ここで負けると俺の企画がね、まず成立してないんだわ。え、負けないと思うんだけどな。なに？強キャラ使うとデバフ走るからな、確かに。セリフで。ちょっと危ないやん。ちょっとね、実はもう危ないとこまで行ってます。危ない橋になってますね。大丈夫かな？あれ？ここでマヒャグ引くでしょ？次メラゾーマで死ぬか？あれ？え？企画は成立しないんだけど。あれ？え？あ！あれ？これ死ぬ？なんか死にそうやな。いや！まだ負けてないっす。まだ負けてないっすよ。いや、まだ負けない。そんな。ちょっと待って。ブラウザマックはまだちょっと早いんですよ。ここから見ててくださいよ。ちょっと待って。メラゾーマで死ぬって。ねえ、メラゾーマで死ぬのよ、これって。次のメラゾーマで、さっきのダメージ見るに死んでんのよ。だから大魔王きついって言ったじゃん。さっきなんか負けるわけないんですよ。覆す方法見つけましたって言った。あれ、ちょっと撤回していいかな。あれ、カットしようかな。あの下りカットしようかな。情けなさすぎない？ちょっと。ゾーマの行動に外れ行動を引いて、おーい、まだあるね。となると、もちろん諦めてない。これはね、まあしゃあないかな。こうなるかな。凍てつく波動先手の呪文で負けますね、この場合。今、これしたんですけど、凍てつく波動を選定されてると、あーって言います、僕は。おーし、オッケー。あ、イテハで負けてたかも。いや、イテハで負けてた。あの、これ多分ね、有機的にね、イテハで負けてたかも。ガルミサイルで。そう。よく危ない。なんか、頓着してるように見えてきた。なんか、頓着にしてんのか、俺。危なっかしいんでね。危なっかしいのね。すごく。さあ、とりあえずなんとか、ほんとにギリギリ忍び突破しやがって。ヒヤヒヤさせやがって。2の最終期合体モンスターでもこれか。さあ、今からが本番よ。先ほども見せた通り、まあ、合体モンスターでね、大魔王をそのまま倒すっていうのはすごく難しいことだっていうのは分かっていただけたと思うんですよ。で、ここから赤目ゾーマなんですけど、12,500あるじゃないですか。ちょっと前の動画を思い出してほしいんですけど、あれを DLC があれば、2人プレイでね、削り切るのって簡単なことって言いましたよね。まあ、負けてるんだけどね、それ。何をしたいかお分かりですか？ 12,500。私は、削り切ります！そうです。DLC があれば、合体モンスター2体で、削り切ってくれば！
今回スラリンガルとレオコーンを選んだ理由は両方属性攻撃。確かにまあ属性攻撃なんだけどね。うーん、それじゃダメだー。だーくそーガルミサイル、ガルミサイル、うわーお前たちは何も考えてない、何も分かってない、取れそう、 2P プレイなら12500って割と現実的な数字なんですよ。もうそうやって言えるようになってきたらどういうことなのか、僕もよく分かんなくなってきたなんですけど、結構ね、現実的削り切れるようになったなと思ったんですよね。まあ前回はね、本当にとどめなしで削り切り、あと一歩まで来ましたからね。で、合体モンスターでもいけるんじゃないかなということを今回考えてるんですけど、死者の呼び声でこんなことになってます。あともう一回どっかでフォース切って、もう、あのね、君たちはね、A コードを選ばないとダメだったんだよ、あれ。そう。できれば A コードじゃないときつかった。あ、あれ、ボツにします、あれボツにします、この動画あれこの動画ボツにします、あの、何もできないですけど、何もできないですけど、あの、これじゃあれボツにします、ボツにします、なんかさ、あの A コードもさ、全然 A ボタンコード選ばないしさ、ボツにします、ほらだってさ、これはもう A を選べばこれの2倍なんだからさ、これで選べばいい、うん、止まるしさ、ボツにします、この動画でもボツやんかね、もうボツなってこれもういろいろなところから終わってんのよ。いえー、ひどいな、これはひどいわこれは悲しいな。いやでもまだ負けてないっす。まあまあ凍結カードの最高キャノンは当たり行動の方に入るんで、耐久をねちょっとここで確保したと考えれば悪い話ではない。まだいけます、まだ負けないっす。あと3ターンで9000、しっかりね、ちょっと当てて、フォースでちゃんとやってくるのが大事ですね。とどめ、ちょっともうこれね、とどめ打てないね。本当にとどめ打てなくなっちゃいましたね。ここまでされると。イテハを重ねられて、かつ合体モンスターだと、まあ、ちょっと無理でしょうな。なんで、本当にこれ9000削り切ってくるみたいになってますね。雷鳴疾風陣でも300、あ、こんなんしか出ないんだ。もっと出ると思ってたな。ね。これがあまり効いてねえぞになっちゃうんだ。マジか。ガルミサイルかってことは出んのは。ガルミサイルなら600出るもんね。いいねー。だからお前がガルミサイルやらなきゃダメだったんだ。ってことはこの動画またスタリングが主役なのか。でもすごいっすよ、こんだけ出してたら十分ですよ。サイキャ、当たりの方引いてますね。まあ、当たり当たり当たり、かなり当たり引いてる。次4ターン目はイテハ確定。ワウ、レオコーン、もういい。よ、もういい。やっぱりボツにします、この動画。やっぱり、この動画、ボツにします。ねえ、ねえ、レオコーン、レオコーン、え、あ、え、え。ボツにしますこの動画ね。あまりにも、これはさ、あまりにもじゃないこれはさ、あんまりにもじゃないねえ。あの、ま、懸念点は耐久がちょっと難しいところですかねって言って、ちょっとだから耐久とかない中でどうやって工面していくかなと。行動をうまいこと引いてからと、まあ、削り切られちゃうなっていう話をしようと思ってたんですよ。もうレオコン、お前、弱かったの？レオコン、お前弱かった？もしかして、すげえ弱いの？もしかして、レオコンって。レオコン、もしかして、こんな弱かったの？俺もっとね、レオコンってね、2の最終期の合体モンスターにみんな使って、初見殺し感が凄まじい、そう、初見殺しだったのこいつって、どっちかといえば。ああほら815出るじゃんか、それをやってくれればこれさ、いけるね。あ、これ分かった、いけるわこれね。思考回数加算ければいけるやつですね。はい、太鼓キャノンから引いたか。まずここ耐えますね。まだ耐えます。お、いいね。どんぐらい出るの見たい。普通にこれどんぐらい出んの。
うわー、1103年のかー。え、ってことはさ、ってことはだ、ねえ、あれこれさ、ってことはさ、いけた？あ、うん、あのね、これね、あ、わかった、感想を言うわ。うん、これさ、レオレオお前クソだな。レオコーンがクソならければ、一旦目にちゃんと行動を選んでれば、こんなことにはならなかった。大惨事。